負けた時にその人間の進化が分かるからな。ただ残念だったではなくて、次にどうやって結びつけていくのか、この思いをまた後輩に、引き継いでって、来年こそはこの場所でまた勝てるようにな、また一から頑張っていきましょう。はい、お疲れ様。皆さんお疲れ様でした、まあ、よく頑張ったな、10点離して追いつかれて、また10点離されてっていうところでちゃんと食らいついていってな、まあ、自分たちのやりたいこと、もちろん悔いはあるだろうけれども、まあ、やりたいことはできたんじゃないかなと思いますので、まあ、当然2年生は次のシーズンに向けてだとか、3年生は大学に向けてだとか、負けた時にその人間の進化が分かるからな。ただ残念だったではなくて、次にどうやって結びつけていくのか、それは自分の次もそうだし、部活の次もそうだしな、この思いをまた後輩に引き継いでって、来年こそはこの場所でまた勝てるようにな、また一から頑張っていきましょう。はい、お疲れ様。いやー、勝ちだったね。ただ最後に、まあ、3年生がこういう形で本当に一つになったっていうのは多分全員が実感してるんじゃないか。今まで感じたことのないようなまとまりとか、まあぶつかったりもきっとこの短い間だった。それが今日のプレーの中に全部出てたし、1、2年生はすごく大事にしてほしいな。で、3年生はそれを3年間あって最後のこの部分だけがみんな一生懸命やったっていうところ、これちゃんとできたんだから、これからに生かしてほしい。で、1年生はそれを今見たんだからね、来年のこの地でまたこういう話じゃなくて、明日のゲームはこうしようっていう話が1年生はできたらいいなと。3年生はあとちょっとまだ仕事が残ってます。この1、2年生をしっかりと育て、鍛え上げてください、はい、まずはお疲れ様でした。ありがとうございました。一緒にプレーしてきたけど、やっぱ最後俺何も仕事やりてなかったし、みんなにずっと支えられて、最後やっとシュートが入るようになった。やっぱ一人一人めちゃくちゃいいバスケしてたと思うし、試合終わった後とか仁義とか相馬とか謝ってきてたけど、お前らいなかったら勝てなかった試合たくさんあったし、今までやっぱ下級生とか同級生に助け合えてばっかの男子のキャプテンだったけど、ここまでついてみて本当に感謝しかないし、この負けはめちゃくちゃ悔しいし、俺だってそれはみんなも同じだと思うから、3年生はこの悔しさをバイオにして大学でも頑張ってくれたらし、1年にまず残さなきゃいけないものがあるから、しっかり役割やりきるのと、もう1年生はもうこういう経験ができたっていうことと、こういう経験ができたのは間違いなく俺らの力だけじゃなくて、やっぱ1年生の力もあるから、やっぱそこもっと胸張って来年またこの舞台に戻ってきてプレーできるように、残りの期間3年生も全力でサポートするから、メンバーであってもサブであってもそれぞれやるべきことあると思うから、やっぱそういうのを自分で見つけられるっていうのがやっぱここで教わってきた一番大きいことだと思うから、やっぱそういう精神的な強さ、粘るっていう部分でやっぱ俺らずっとやってきたと思うから、もうそれはもうそれぞれ忘れないで、これからまあそれぞれの進むとこ違うけど、うまくそこで絶対役立つと思うから、3年生はそれしっかり胸に刻んで、最後この仲間とできてめちゃくちゃ楽しかったし、俺だってこんなやっぱ楽しく試合できたの、やっぱこの仲間たちじゃないとできなかったと思うから、本当に見合ってきてよかった。ありがとう。結果としては人生で負けたんですけど、やっぱ自分の中では今までの試合の中で一番楽しかったと思いました。3年間ありがとうございました。3年間で
学んだこととかたくさんあって、正直言葉が今ないんですけど、また大学でも4年間頑張るので3年間ありがとうございました。いつも大会とかあるたびに、ここにいる人の誰よりも一番遠いとこから試合見に来てくれたり、そういうのがすごく感謝してます。今後も支援の方よろしくお願いします。ここにありたのは、お母さんの子だし、お父さんも。やる支えなかったら、絶対3年間続けてこれなんだけど、本当に3年間ありがとうございました。毎日お弁当だったり、スクールバスの迎えだったり、感謝することしかないです。大学に行っても好きなバスケを続けるので、応援よろしくお願いします。3年間ありがとうございました。自分たちは頼っていることとか、そのために何回も助けてもらうことが多かったんですけど、やっぱりそういう親の力がなければ今まで3年間やってくることができなかったので、その支えてもらった分をこれから大学でも返していけるように頑張っていと思います。ありがとうございました。3年間ありがとうございました。試合の応援に来てくれたり、練習の送り迎えだったり、すごくお世話になった部分がたくさんあり、これからもたくさんお世話になる部分があるので、そういう部分で頼っていけたらいいなと思います。これからもよろしくお願いします。3年間支えてくれてありがとうございました。マスさんは夢の時でも朝早く起きて弁当を作ってくれて送り迎えもしてくれたし、父さんは自分がダメな時にプレーだったりメンタルのところでアドバイスしてくれていたのに、自分は怒られるたびに帰ってきて口を言ってごめんなさい。大学も頑張ります。一番の自慢はみんなに自慢できるお弁当があったです。それが大丈夫ですか。みんなにちょ一口ちょうだいって言われるのがすごい嬉しい。すごい詰まって自慢できるおかず毎日お弁当が楽しみです。それが心の支えになって、そう車で毎日送り迎えしてもらうときどんなときでも喧嘩したときでも毎日いってらっしゃい頑張れって、すごい無視したいと思ったけど何か楽しい。最後くらい、まあ、父さんも大学超えたかったし、時代っていうのが分かったので、これからも尊敬します。大学でも迷惑かけることがよろしくお願いします。結果としては、まあ、負けたんですけども、まあ、今までの全国よりもいい試合ができてよかったと思います。迷惑ばっかで自分のわがままを聞いてくれたり、とても感謝しています。これからも迷惑かけると思いますが、よろしくお願いします。3年間ありがとうございました。試合の応援だったり、わざわざ遠いとこから来てくれたり、自分寮生なんですけど、遠征先でもレンタカー借りてわざわざ荷物運んでくれたりとか、親の支えがなかったら、やっぱ自分たちここまで来れてないと思いますし、やっぱそういう支えがあったからこそ、くじけそうになることあったんですけど、それぞれ助け合って、最後までできたのかなというふうに思ってます。ありがとうございました。はい、じゃあお願いします。ワン、ツー、スリー、シーアー。